どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。え、本日は、こちら。えー、セゾンアメックスプラチナビジネスカード。えー、こちらはね、実際に到着しましたので、えー、今回はこちらのクレジットカードの紹介と、えー、登録しておくと、えー、とりあえず登録すること、プラス、まあ、知っておくとね、便利なこと、みたいなことを紹介していきたいと思います。で、 まずこのクレジットカードなんですけども、えー、還元率は、えー、1000円で1ポイントということなんで、えー、100円で0.5%の還元額となっております。で、えー、このセゾンアメックスプラチナビジネスカードは今ね、キャンペーンをやっていて、年初年度ね、年会費無料で 維持できます。ですので、えー、このキャンペーンが11月30日までなんで、えー、この間に発行しておくと、えー、初年度無料なんで、2年目以降は2万円かかるんですけども、1年目はね、無料で、えー、維持することが可能です。で、この公式サイトの方でね、あのー、キャンペーンをやっていて、まあ、この、年会費初年度無料と、プラス、えー、最大ね、1万円分のポイントがもらえますよ、みたいなキャンペーンがやってます。 で、一つ目に、えー、入会の翌月末までに10万円を使うと、えー、7000相当のポイントがもらえます。で、プラス、えー、その期間中に1回以上ね、キャッシングすると、えー、1500円分のポイントがもらえる。さらに、えー、その期間中に追加カードを1枚発行すると、えー、300円分の、えー、1500円分のポイントがもらえて、合計で1万円分のポイントがもらえるみたいなキャンペーンをやっております。まあ、ちょっとね、 2番目、3番目は、まあ、ちょっとやってやろうかなっていう感じにはならないんで、まぁ、あ、あの、10万、一番最初ね、10万円以上使って、まあ7000分のポイントもらえるだけ、ちょっと私、個人的には狙っていこうかなっていう感じですね。で、えー、先日紹介したね、ポイントサイトの方の案件で、まああの、50万円の利用がね、あの、必須となっていますんで、まぁ、あ、こちら必然的にね、あの、 私はそれを狙っていくつもりなんで、これは自然的に達成できるかなっていう感じとなっております。で、このセゾンアメックスプラチナビジネスカードはですね、ANA マイラーからすると、まあそんな,な、すごいお得のクレジットカードっていうわけじゃね、わけではね、調べたところそんなでもないんですけども、え、ジャルマイル、 を貯めるクレジットカードとしては、えー、とてもおすすめのクレジットカードみたいで、ちょっとね、私、ジャルマイルの知識って全然ないんですよ。なぜなら、貯めてないから。<laughs> 全然貯めてなくてですね、調べたこともほとんどないんですよね。えー、私、ツイッターのお友達で、モズさんっていうね、あのー、マイラーの方がいて、そちらの方の、えー、ジャルマイルのね、えー、ブログがすごいね、詳しく書かれてるので、ちょっとね、 この動画を見ていて、JAL マイルを貯めている方はですね、まあそ、そんなにあの、私 ANA マイルの話がそこまでしてないんで、まあいるかどうかわかんないんですけども、JAL マイルをもし貯めているっていう方はね、こちらのクレジットカードね、とても、JAL、えー、マイルの、えー、クレジットカード、えー、マイルを貯めるクレジットカードとしてはとても優秀で、 spgamex で先日私が紹介したクレジットカードありますよね。そちらが1.25%なんですけども、ジャルマイルに換算した場合でも。それがですね、このクレジットカードだと、1.375%までね、還元額を上げれるみたいなんで、もしね、あのジャルマイルを貯めてるって方はね、ちょっと私の概要欄に、モズさんのブログの、その、 セゾンアメリカンエクスプレスのね、あの、還元額1.375%のブログをね、あの、概要欄に貼らせていただいておりますので、ちょっとね、そちら参考にしていただけたらなと思います。えー、それではですね、えー、次にこちらです。まあ、プライオティパスですよね。うん <laughs>、えー。今回ね、セゾンアメックスプラチナビジネスカードを発行すると、えー、このプライオティパスがね、無料で発行することができます。 で、えー、楽天プレミアムカードとね、同様のように、えー、こちらの、えー、プライティパスは、あのー、年間何回使っても OK。まあ、OK っていうか無料っていう、あのー、一番上のね、会員の、えー、ステータスのカードとなっていますので、まあ、あのー、1年間ね、 あの、一年間じゃない。<laughs> この、プライオティパスを持ってる、利用してる限りは、その追加費用はね、なく、えー、利用することができます。で、私のチャンネルでもですね、えー、このプライオティパスのね、えー、利用できるラウンジの動画を結構出しておりますんで、まあそちらね、参考していただければなと思います。まあこちら、あのー、覚えておいてほしいのは、えー このセゾンアメックスプラチナビジネスカードを発行したらですね、すぐこちら申請してください。まあ、なぜかというと、このプライオリティパスっていうのは、あの、基本的に到着するまで1週間か2週間かかるんですよね。で、ちょっと、このどのぐらいかかるかっていうのは本当にクレジットカードによって全然違うんですよね。 アメックス、プロパーのアメックスとかだと結構早く来たりするんですけどもえ、遅いとね、本当に2週間とか1ヶ月とかね、かかるカードもありますんで、まあ急な出張とかね、あのー、まあ急な旅行ってことはあんまないかもしれないですけども、出張等々でね、えー、利用されようって方はまあ、 できるだけ早くね、あの、発行されることをお勧めします。せっかく持ってるのに、あの、発行が間に合わなくて使えないだと、あんまり意味ないですし、もったいないんでね。あの、とりあえず、セゾンアメックスプラチナビジネスカードがね、手元に来たら、一番最初に、えー、プライオリティパスね、発行しましょう。それでは次に、えー、国内、国、えー、海外国内旅行保険ですね。この、アメックスの、えー、セゾンアメックス セゾンアメックス。まあ、今回、プラチナビジネスカードなんですけども、えー、セゾンアメックスの、えー、クリジットカード自体がですね、とても、えー、海外旅行保険、国内旅行保険、結構強いんですよね。ですので、で、今回ね、この、プラ、えー、セゾンアメックス、プラチナビジネスカードは、えー、国内の旅行、プラス、海外旅行。両方ともね、保証がついております。 ですので、あの、一応ね、頭の片隅にでもいいので、まあ保証が入ってるよっていうことだけね、覚えておいてくださいね。あの、結構ね、クレジットカードの付帯サービスで、海外旅行保険っていうものは、結構ついてるクレジットカードね、年会費がかかるものっと結構多いんですけども、あの、国内のね、旅行保険がついてるって結構珍しい。しかもそれが、えー 自動付帯でね、入ってるっていうのがね、結構珍しいので、まあ一応ね、頭の片隅にでもいいんで、まあ入ってるよぐらいのことはね、覚えていい、覚えておいてくださいね。で、えー、最後になるんですけども、えー、コンシェルジュサービスですね。えー、セゾンアメックスプラチナビジネスカードはですね、まあプラチナカードというくくりですので、コンシェルジュサービスが利用できるんですよね。 でこのコンシェルジュサービスじゃあ一体何に利用するかっていうと、まあ国内外の、まあ、レストランの予約、プラスなんか、まあここら辺でこういうお土産探してますみたいな、まあそういうなんかお願いもね、やってくれるみたいな話なんで、まあ特に、えー、海外旅行で、 このレストランがどうしても予約したいみたいな感じの時に、まあ一応ね、あの、コンシェルジュの方に予約してくれるかどうかね、ちょっと聞いてみてはいかがでしょうかっていう感じですね。ちょ、ちょ、実際にね、私今回ね、あの、このセゾアメックスプラチナビジネスカードが手元に来た時に、えー、ちょっと、聞いてみたんですよね。ちょっと私はニューヨークが大好きなんで <laughs>、ニューヨークの 有名なステーキハウスと、ティファニー本店でやっている、えー、ブルーボックスカフェっていう、えー、ティファニー本店のカフェがあるんですけども、そちらすごい予約が殺到するお店で、なかなか予約取れないんですよね。で、私のチャンネルでもまだね、予約が取れなくて、あの、動画っていうのは出せてないんですけども、ちょっとね、聞いてみたんですよね、ステーキハウスとそのお店、両方とも。残念ながら両方ともダメでしたね。<laughs> いやー、厳しい。まあ、あの、今回のこのセゾンアメックスプラチナビジネスのクレジットカードのコンシェルズサービスは、セゾンの運営しているコンシェルズサービスとなっていてですね。まあ、今回は、ちょっとその、 私が言ったお店は、え、ちょっと両方とも受けたまわることができませんみたいな返答で、まあ、あの、エリアを絞っていただいて、まあ、ここら辺でこういうお店探してくださいみたいだったら、え、結構あの、紹介できるお店はあるんですけども、ちょっと私が言ったところはね、やはり予約が困難っていうのも結構有名で、えー、ちょっとこちらの方ではっていう感じでしたね。で、あの、なぜ今回ね、その、両方をね、聞いてみたかっていうと、 あの、結構有名なね、リクマイラーのユーチューバーの方がいて、えー、アメックスプラチナ年会費14万円する、えー、クレジットカードがあるんですけども、アメックスのコンシェルュサービスで、そのブルーボックスカフェのね、予約ができたっていう動画をね、あのー、利用、利用と一緒にね、その動画を上げておりまして、まあ、今回ね、あのー、 私はセゾンのコンシェルジュデスクでちょっと聞いてみたんですけども、ちょっとできるかなと思って聞いたんですけども、やはりね、アメックスの、アメックスのコンシェルジュやっぱすごいんですね。なんか本当に噂によると、基本的にどんな要望も断ることは少ないみたいなことも聞いておりますんで、やはりすごいなっていう感じでしたね。ちょっとセゾンのコンシェルジュデスクはね、ちょっと残念ながら。 断られてしまったんですけどね。ま、ああの、もしね、このアメックス、セゾンアメックスプラチナビジネスカードね、もしね、あの、発行された方はですね、ぜひ、あの、こういうサービスもありますんで、しかもこのサービスもちろん無料ですので、えぜひね、えー、利用してみてください。ま、あ特にね、海外との,あのレストラン予約もそうなんですけども、海外でなんかね、トラブルがあったとか、まあ、ちょっと、英語が、 できない方。まあ私も含めてなんですけども、なんか困った時とかにね、あのサポートしても、サポートとかもね、していただけますんで、まあそういうサービスがあるよっていうのをね、頭に入れといていただければなと思います。で、最後にね、注意事項なんですけども、えー、私の動画で結構ね、手荷物高いサービスって結構紹介しているんですけども、こちらね、プラチナカードですよね、セゾンアメックスプラチナカード。こちらのカードね、なぜかわかんないんですけども、手荷物高いサービスないんですよ。 ついてません。ですので、あのー、私ね、てっきりついてると思って、あ、次回これで利用しようと思ってたらですね、調べたら、これついてないんですよ。ですので、あのー、本当にまた、あの、羽田空港で s p g a アメック,スクレジットカードを出すのと同じような赤っ端をね、また書くとこだったんで、 あの、皆さんもあの、勘違いしないように、プラチナカードって、基本私付いてるものばっかりだと思ってたんですけど、手荷物宅配サービスはついておりません。行きも帰りもついてないみたいなんで、あのー、気をつけてくださいね。はい。<laughs> まさかでしたけどね。まあ、こればっかりはね、なんでついてないのか全然わかんないんですけども、えー、セゾンアメックスプラチナビジネスカードは付帯しておりませんので、気をつけてください。今回ね。 この動画では、セゾン、アメックス、プラチナビジネスカードのね、えー、発行された方、えー、知っておくこと、えー、登録することと知っておくと便利なことをね、今回紹介させていただきました、えー。私のチャンネルではですね、こんなクレジットカードのこと、NA マイルのこと、NA のこと、あと、クレジットカード、 お得譜情報なんかもやっておりまして、ホテルレビュー、飛行機レビュー、あとね、私の大好きなニューヨークの街のね、えー、紹介動画なんかも、えー、アップしております。もしよければね、ぜひ登録、チャンネル登録とね、えー、高評価ボタンお願いいたします、えー。私の後、ブログとツイッターもやっておりますんで、えー、よかったらね、そちらもチェックしていただければ <laughs>、チェックしていただければなと思います、えー。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。